内野浦町は、鹿児島県本土の東南部、大隅半島の東部にあった町である。2005年7月1日、高山町と合併し、肝付町となった。日本国内に2カ所あるロケット打ち上げ基地の一つ、内野浦宇宙空間観測所の所在地。日本初の人工衛星、大隅や探査機、はやぶさが内野浦から発射された。浦湾域の大半は、 肝もつき山地であり、東岸に、内野浦湾が広がる。岸漁湾は海津に、小山田湾と書かれている。岸漁小山田で、鹿児島埋蔵文化財になっている、弥生時代の弥生時、石器の破片が発見されている。北から、西方向に、高山町、西方向に、大根締町、田代町、南西方向に、佐田町が隣接していた。大根締町とは、 肝付山地で接しており、通行可能な道路が存在しない。大隅国設置時から高山とともに肝付郡に属す。中世は肝付市一派の内野浦市、岸漁市の江戸時代は島津市の支配を受けた。高山、鹿野屋方面へのアクセス路となる国見トンネル内野浦、小学校戦艦小学校、中学校後合併ジには2の小学校、中学校が存在した。 その他存在した小中学校は以下の通りである。町内に空港、鉄道はない。町役場前を通る国道448号、国道448号が町内を通り、かつては町中心部からは高山方面へ向かう唯一の路線であった。2002年12月に国見トンネルが開通したことで、高山、 鹿野方面への所要時間が大幅に短縮された。ドヤドヤサーソテツの本土最南端自生区域。ありがとうございます。